皆様にお願いがあります。はい、まあなんかカジサックのサムネみたいな感じですけど、実はですね、あるお願いがありまして、今この動画を撮っております。あ、Hello there ですね、すっかり挨拶忘れてました。なんですが、何かというとですね、実はですね、共通テスト対策の本出ます。タイトル決まってました、見たら。1ヶ月で攻略、大学入学共通テスト英語リーディングと、1ヶ月で攻略、大学入学共通テスト英語リスニングという形で2つの本が出ます。2冊って言った方がいいですかね。はい、で私監修でございまして、リーディングの方を斉藤健一先生、あの取説とか北九州予備校でやってる方ですね。で英語リスニングの方が岡崎周平先生ですね。私の英語講師オーディションにも出てくれた方ですね。まあ当時の合宿とかで二人とも一緒になったりしたんですけど、まあ関先生の元でね、有名な本をね、こう書いていたりする方々なんですが、はい、今回教著ということですね。まあ基本的には彼らが書いてくれるんですけど、で私が監修という形で入ります。どちらの方もやはり関先生にですね、鍛えられていますので、とってもいい本になってると思います。それでなんでお願いするのか、何のお願いなのっていうんですけど、表紙ですね、決まってません。デザインがですね6つ上がってきたんですけど、岡崎先生、斉藤先生2人ともですね、教えてる人たちにですね見せて、どれがいいかって言って聞いて3つに絞りました。でこの3つの中から表紙を選びたいと思いますので、そうです、視聴者投票でございます。はい、概要欄、多分コメント欄にも、ランクじゃねえ、リンク貼ってありますので、そこからですね、どれがいいかっていうのを投票していただきたいと思います。じゃあ、見ましょう。まず、A ですね。はい、これです。緑なのかな、これね。緑とオレンジって感じですね。英語の超人になる歩く学算シリーズっていうやつなんだ。へぇ、ワンマンって書いてますね。あ、なんか日めくりカレンダーみたいな形になってるわけですね。ほいほいほい。本書の5大特徴、2021年からの新傾向問題に完全対応。20日完成プログラムで集中トレーニング。2段階で学ぶから分かりやすい。品質以下表現などのリストが充実、徹底分析した模試問題で腕試しできる。そうです、模試入ってます、あの過去問だけじゃなくてね。読む方で楽々読めて、解く方でスラスラ回答できる。あ、リスニング方は聞く方で楽々、あ、読めてって書いて、これ間違ってるな。スラスラしてる時、楽々聞けてだろうって言うから修正されると思います。で続いて B 案、あー、雑誌みたいな感じだね、これあるね。はい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 、こういうのね。岡崎先生の写真が斉藤先生になってる。ここも直してもらいましょうね。スコアアップ請負います。おー、なるほどね。でリーディングが読む方と解く方で得点力アップ、リスニングが聞く方と解く方で得点力アップってなってるわけですね。うん、なんか雑誌っぽい、ね、雑誌ってわかんないか、あの英語のね、雑誌アルクとか作ってるこの英語系の雑誌の表紙に似てる。で女の子が写ってる感じね。で続いて、C 案ですね。はい、は、あー、なんか男の子が不思議な感じで写ってますね。へー、読む方で楽々とか、楽々読めてのやつは同じか、スラスラ正当できる。はあ、ダウンロード再生っていうのが載ってますね。はい、という感じでこういう ABC のタイプがあるということです。さあ皆さん、ぜひご意見をお聞かせください。どれがいいかね、僕も出版まで楽しみにしております。いつかな、11月かな、このまま行くと間に合うのかな。まあそうか、11月からだったら1ヶ月で間に合うか、共通テストまでまで。あとね、僕写真撮るですよ、この表紙のためにですね。斉藤先生笑ってて、岡崎先生真顔じゃないですか。だからそれに合った写真を撮るっていうことになってて、なんかやっぱコンセプト合ってた方がいいですよねっていう風になったんで、だから僕は斉藤先生の方でこう笑ってる写真で、岡崎先生の方ではこうなんか真顔の写真みたいに撮る予定です。はい、買ってくださいね、じゃなかったらぜひぜひその前に投票してください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.